イタチザメ、イタチザメ、イタチザメ、革命、ギャリオセルドキュビエメジロザメモク、メジロザメ科に属するサメ。本種のみでイタチザメ属を形成する、単型。属名ギャリオセルドは、ギリシア語のガンマアルファーラムダイプシロン、サメと、ラテン語のサーデス、豚の合毛に由来している。英名タイガーシャーク、虎のようなサメは、若菜に現れる、虎のような垂直の縞模様に由来する。 また、レオパードシャーク、レオパードイコール表、バンイーターシャーク、ヒトクイ,イザメ、スポッテッドシャークとも。ただし、レパードシャークという名称は、カリフォルニアドチザメ、ヤトラフザメ、にも使われる。日本では、標準和名、イタチザメ、イタチザメの他にサバブカ、サバブカ、イッチョウ、沖縄県とも呼ばれる。地中海など一部の地域を除き、世界中の温帯、 熱帯海域に分布する。日本では、南は、八重山諸島から、北は、八丈島や相模湾まで報告がある。近年、青森県や北県からも記録されている。イタチザメは、沿岸域の視界が悪い、濁ったような場所を好む。川の河口や港、ラグーン、サンゴ礁、等の周囲も、その生活場所に含まれる。沿岸性が強いが、 海洋の様々な環境に適応しており、沖合、海洋まで出ることもある。海面付近でよく見られ、波打ち材などの非常に浅い場所にも現れる。イタチザメが、どれほどの水深まで生息しているかに関しては、よくわかっていないが、少なくとも、水深約300メートルまでは先行するようである。クラーククリストフは、ケイマント沖水深305メートルで、 潜水艇から全長 250cm のメスのイタチザメを観察、撮影している。またフィッシュブイスでは、生息推進体は 0371m と、ある。メジロザメ目を含め、サメの中で最も大型の部類に入る。成熟するとオスが、全長226から 290cm、メスが、全長250から 350cm になり、 重量は四百キログラム前後となるが、大きなものは六百キログラム程度にまで成長する。普通のサイズを三百二十五から四百二十五センチメートル、体重三百八十五から六百三十五キログラム以上とする文献もある。フィッシュ・ブイスによれば、最大サイズは全長七百五十センチメートル、体重八百七点四キログラムとされる。一九百五十七年。 インドシナ沖で捕獲された巨大なメスは740センチメートル3110キログラムと報告されている。未確認だが全長9.1メートルという報告もある。メジロザメ科ではヨシキリザメと並んで体の模様などから比較的見分けがつきやすい。体前半は非常に太く、後半は尾部に向かって細くなる。糞は尖らず平らで四角い。 上あごの唇じわは顕著で長い。肺側の退色は、灰色や薄い褐色、またオリーブがかっていることもある。腹側は白色である。幼魚では明瞭な黒色斑のヒ柄模様があるが、成長するにつれて、ドットパターンと横縞模様の組み合わせへと変化し色も合わせていき、不鮮明となる。制御では、模様は退色し、灰色地になる。 背びれ感隆気線、おつかぶ隆気線が存在する。両角の歯はほぼ同型。すべての歯が甲角側に、結黒を持ち、ハートン型、トサカ型と形容される特徴的な形状である。縁は顕著な巨子状。白亜紀に生息していたスクアリコラックスも、イタチザメとよく似た歯を持っていた。上後二28から26本、下後二28から25本の歯がある。 広角に向かうにつれてサイズは小さくなる。獲物に食らいついた後、頭を振ることによって死列が、ノコギリのように肉を切断するので、クジラなどの大きな動物からも、肉片を食い切ることが出る。捕食性、腐食性の両方を持つ、イタチサメは食べるものをり好みしない、機械選択的捕食者で、おそらくサメの中で最もその傾向が強い種である。コンニを、 1984? は、イタチザメがありと、あらゆる海洋生物を捕食するだけでなく、死骸や産業廃棄物など普通食べられないものまで何でも飲み込む様子から、ヒレのついたゴミ箱と称している。ここでは、餌生物種の詳細については論じないが、非常に多種の甲骨魚類、サメエイなどのバンサイ類、同種のイタチザメを含む無脊椎動物が、 胃の内容物から見つかっている。イタチザメは、他の、どの種よりも、海産爬虫類を捕食し、特にウミガメを捕食することはよく知られているが、他に、ウミヘビやイグアナもエサ生物に含まれる。鳥類では、海鳥や海に落ちた渡り鳥を食べる。哺乳類では、アシカやアザラシ、イルカ、クジラなど、海産のものは元より、陸生のものも胃に収まっていることがある。 また、口実のように人も、捕食対象の例外ではない。このうち海から遠い場所に住む陸生生物に関しては、川から流されてきたか、海に投げ捨てられたなど何らかの理由で漂流している、もののむくろを食べているのであろう。同様に内容物にクジラなど自身より、大きな生物の一部が見られるのも、死骸を食べていると考えられるが、稀に生態も襲うことも報告されている。 2006年にはハワイ沖で25尾ほどのイタチザメが病気で弱ったザトウクジラを攻撃する様子が観察され写真にも収められた。イタチザメの胃からは生物以外に木やサンゴなどの天然由来の物質や人の活動によって生じた産業廃棄物、例えばビニール袋、プラスチックボトル、缶、金属片、様々なゴミがしばしば見つかることもある。 イタチザメは、通常単独で行動し、夜間、海面や岸近くまで寄ってきて、活発に餌を探す。群れを作ることもあるが、単に餌を求めて集まっている場合もある。メジロザメ科では、唯一の非対番形成型体制種である。胎児は対番を介して母親から栄養を受け取るのではなく、自身の卵黄を消費する方式であるが、それに加えて母体から、 子宮ミルクを分泌するとも考えられている。他のメジロザメ科のサメは胎外形成型であることから、イタチザメが原始的であるのか、もともと胎盤形成型だったものが二次的に胎盤を失ったのかはわからないが、メジロザメ科と姉妹群にあたるヒレトガリザメ科は胎盤形成型であることを考えると、後者の説が指示されるようである。妊娠期間は14から16ヶ月。 サメとしては多産で産子数は10から82尾、平均的には30から35尾である。北半球では、交尾期間は3月から5月の間で、翌年の4月から6月の間に出産する。交尾は出産直前のメスも行うため、繁殖周期は2年と考えられる。南半球では出産は、夏季の11月から1月の間に行われる。出生時は、 全長51から90センチメートル、寿命は45から50年と推定される。飼育下では2017年3月23日に沖縄チュラウ海水族館で飼育されていたメスが水槽内で27匹の子を産んだ。日本国内で初、世界でも初と見られている。イタチザメは対象、根格を問わず世界中で漁獲されている。肉や ヒレ、カンユ、カワ、軟骨が主な利用部位である。肉質はあまり上等ではないが、生、冷凍、乾物、塩蔵、燻製などの形で消費される。一方、ヒレ、カワ、カンユは上等とされ、高値で取引される。特にヒレは深ヒレに加工された金となるため、ヒレを目的とした漁獲圧を高める原因になることもある。カジキやマグロのハイナーで本格される。 大型個体はハエナーにかかった魚をしばしば食害するため駆除の対象に挙げられる地域もある。商業目的のほか、スポーツフィッシングの対象になる。国際ゲームフィッシュ協会、イグファの記録では2004年にオーストラリアで釣り上げられた8 1 0ラムのイタチザメが最大である。イタチザメは非常に危険なサメの一つで、ホホジロザメ。 カーカレドンカーカーイアスに次いで人や船の被害が多い。特に熱帯地方では最も危険なサメとされる。いわゆる、人食いザメの一つ。沖縄やオーストラリア、ハワイでは、被害が顕著である。その性格は、好奇心旺盛で攻撃的であり、人にも近づいてくる。イタチザメが危険な理由は、あらゆる生物を捕食することに加え、 普通餌にしないものでも躊躇せずに食べる習性にあると言える。水中でイタチザメに遭遇した場合、必ずしも攻撃を受けるとは限らないが、最大限の注意を払わなければならない。血の匂いのする餌でサメをおびき寄せる、森でついた魚を持っていた合わせも含む、サメに触れるなどして、人がサメの攻撃を誘発した場合があり、そのうち、少なからず死亡した例もある。 2012年3月に、日本の鹿児島県奄美大島沖で起きたハエナワ漁船、春ス丸転覆事故では、乗員2人がサメに襲われ、鋭利な刃物で切られたような傷を負い、筋肉と骨の一部がそぎ取られている。乗員らを襲ったのは、イタチザメの可能性が高いと言われている。乗員の証言では、両足を噛まれながらも、体長約1メートルのサメ2匹と格闘し、 両手で締め付けるなどして殺したという。主に、クイーンズランドやハワイなどの熱帯地方では、しばしば人を襲う危険なサメであること、漁業被害を与えるなどの理由から駆除が行われる。駆除は、網目の大きな刺し網やハエナーが使用される。八重山列島近海では一本釣り漁への漁業被害を抑える目的で、地元の八重山漁業共同組合が7月の9月、 ゴろにイタチザメなどサメの駆除を見しており、2006年からは、離島漁業再生交付近を活用した事業として、石垣島近海で駆除が行われている。駆除活動が、イタチザメの生息数に及ぼす影響については、効果が見られないとする報告もあるが、駆除後の2から3ヶ月は漁獲口が確保されるという、声もある。石垣島で駆除されたイタチザメは焼却処分されており、利用されていない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。